い、ご主人様、お好きなお席へどうぞ。お願いします。何をするんだ。何をするんだって聞きたいのはこっちです。コーヒー一杯で何時間も粘ろうとするのはまだいいとしましても、そばを通るメイドの匂いを嗅ごうとするのはあまりにもひどいマナー違反ではありませんか、ご主人様。僕はお金を払ってここにいるんだ。別に触ってるわけじゃないし、いいだろう。それに僕はお前たちのご主人様なんだぞ。ご主人様、私がこんなにお願いしても匂いを嗅ぐのをやめてもらえませんか。ああ、別にこの店のどこにも匂いを嗅いじゃいけないなんて書いてないだろ。このお店の名前、プルメリアの意味をご存知ですか。花の名前だろ。はい、そしてその花言葉は気品。もちろんこれは私たちメイドは気品に満ちた存在でなければならないという意味で付けられた名前ですが、できましたらプルメリアにいらっしゃるお客様も気品のあるお方でいらしてほしいという願いが込められているのです。お前はメイドのくせにご主人様に説教をするのか。ご主人様、メイドだってあまりにもひどいご主人様は拒否する権利くらいあるんですよ。なりましたら歓迎いたしますわ、ご主人様。
が蒔いた種が芽を出す時が近づきつつある。はい。まだ表立って騒ぎになるのは好ましくない。分かっておるな。はい、分かっております。すでに煩悩が強すぎたゆえに己の力で電脳怪人として覚醒した者が出ている。存じています。騒ぎを起こす前に私が退治したのですから。トロル、お前以外にも電脳怪人を倒した者がいるのだよ。それは何者なのですか。人間に電脳怪人を倒せるとは思いません。まさか電脳。いや、あいつは人間界に出ていくことはできない。では誰が。わからぬ。だがもし我々に歯向かう者がいたとするならすぐに消去するのだ。かしこまりました。クイーン。僕をバカにして、いつか見返してやるからな。誰を見返したいの。なんだお前は。おめでとう。あなたは電脳の力に選ばれたわ。お前も僕をバカにするのか。ふざけるな。バカにした奴らを見返したいんでしょう。あなたの体と中はすでに電脳の力に満ちている。電脳の力。その力を開花させればこの町を、いいえ、この国を支配することだってできるわ。もちろんあなたをバカにした女の子も思いのまま。一緒にこの国を支配しましょう。はい。いい子ね。まずはあなたの欲望叶えてあげる。あなた、昼間の。よくも僕に恥をかかせたな。あなたが悪いんでしょ。それなのに今度は逆恨みしてストーカー。最低ね。まったくメイドのくせに生意気なことばかり言う女だ。この僕がじっくりとしつけてあげる。僕の名は電脳妖精マンだ。さあ、お仕置きしてやる。
なんだお前は。邪悪の電脳妖精と戦うために生まれた戦士、アキバリオン、アテナ。アキバリオン、アテナだと？お前も僕をバカにしてるのか？許さないぞ。こいつなら二人を呼ばずに私だけで片付けられるわ。あなたが電脳妖精を倒したの。お前は。私の名はトロル、サイバーフェアリーズの幹部よ。サイバーフェアリーズ。しょうがない子ね。今日のところは引くわよ。アキバリオンのアテナと言ったわね。次に会う日があなたの最後の日よ。ついに現れたわね、サイバーフェアリが現れたわよ。え？なんですぐ私たちを呼ばなかったのよ。そうですよ。なんでって、ルカは今日撮影会だったし、萌は出版社に呼ばれてたんでしょ。イラストの仕事が決まるかもしれないって喜んでたじゃない。結果を言うとダメになってしまったんですけどね。でもそういうことじゃなくて、私たちは一緒に戦う仲間じゃないですか。そういう時は遠慮なく呼んでください。そうよ、ごめんなさい。でも二人の夢を邪魔したくなかったの。マキさん、怒りますよ。そうよ、私もそれなりの覚悟して秋晴れようになったのよ。わかってる、必要だったら呼んだわよ。でも本当にすぐ逃げちゃったから。ならいいんですけど。それで今日の敵は
どんなやつだったの？詳しく教えて。大したやつじゃなかったのよ。サイバーフェアリーズの電脳妖精怪人と、多分幹部だと思う女電脳妖精。幹部？だとしたら大したことじゃない。でもそんなに強くなかったわよ。捨てゼリフを言って逃げてったわ。だけど倒したわけではないんですよね。大丈夫、次会ったら倒してみせるわ。特にネットが変になっている感じはしないですね。これまで私たちが退治した電脳妖精怪人みたいにバラバラに現れたのと違って、女幹部らしき人と一緒に現れたというから一斉に活動を始めたのかと思ったけど、そうでもないみたいね。そんなに心配しなくてもいいんじゃない？実際今日は私一人で追い払ったわけだし、もし敵が現れたとしても私たち3人で力を合わせば大丈夫だよ。マキさん、敵は退却しただけなんですよね。あまり舐めない方がいいと思うんですけど。そうよ、あんまり調子乗らない方がいいと思うわ。私たちのルール覚えてますよね。変身するときは誰にも見られずでしょ。分かってるって。それだけは絶対に守るから安心して。とにかくサイバーフェアリーズが電脳世界から人間界を支配するつもりなのは確実で、その強さはまだ未知数なのだから慎重にいかないといけないと思うんです。だからマキさん、次からは私たちに気なんか使わないでいつでも呼んでください。萌の言う通りよ。分かってるわよ。なんか私疲れちゃった。もう寝るね。返して欲しかったら15分後にここに来い。ここに15分後ってギリギリじゃない。
江ちゃん、すぐに助けてあげるから。された俺たっぷりとしてあげる。の時間だよ。僕の血液は熱いだろう、苦しいだろう、でもしょうがないんだよ。これは僕に恥をかかせた罰なんだから。悪いのはあんたでしょ。まだ悔い改めないんだなら。Oh!
もっと苦しめ、もっと苦しめ。もう二度と僕に逆らう気が起きないようにしてやる。お腹が沸騰するようだろう。さあ、僕に許しを請うならやめてあげるよ。誰だ。じゃあ死ねばいい。死ねえ。なんなんだお前たちは。アキバリオン、アルケです。アキバリオン、アフロディーテ。何？まだいたのか。大丈夫？あなたは？安心してください。私はあなたの味方です。もう大丈夫ですよ。この前、アテナは逃がしたようだけど、私はそんなに甘くはないわよ。大丈夫ですか？まっちゃん、ごめんね。私のせいで。本当にごめんね。大丈夫よ。気にしないで。それに、マリアちゃんのせいじゃないから。この人を連れて安全なところに避難してください。わかりました。私の相手はあなたということね。ごめんね、私のせいで。平気よ、このくらい。まだ鍛えてるから。マリエちゃん、私行かなきゃならないところがあるの。先に帰ってて。どこに行くの？私も一緒に行っちゃダメ？わかった。先にお店に行ってて。私も絶対後から行くから。Thank you.
これで助かりなしよ。待ってるわよ。大丈夫？道を。距離をつけましょう。しぶとそうだからまた来ると思ってたけど、来なければそれに越したことないじゃん。